はい、おはようございます。坂井です。今日はですね、セントラルパーク、ニューヨークのセントラルパークの59丁目から入っていけるんですけども、すぐそこには池があって、橋があるんですよね。そこをちょっと書いてみました。僕の好きな場所です。よく散歩します。下書きを先にしてから動画を撮りました。今日は、先ほどアクリル画でやろうと思います。2倍速ぐらいでこれ今撮ってる、あの2倍速かな3倍速かなにしたのであれですけど、だいたい絵としては1時間20分ぐらいで、準備したり片付けたり下書きとか全部入れて1時間半ぐらいかな、1時間半ぐらい、下書き入れると1時間40分ぐらいかな、片付けとかそういうの入れなかったら1時間半以内に描いた絵です。筆をね、今回は筆とちょっと細い筆で、まずね、水彩、僕これねアクリルの専用の紙とか僕よく分かんないんですけど、水彩用の紙に書いてますけども、ちょっと水彩っぽく書いてますね、書き方が。で、水をね先に一回パッて貼ってから少しにじませながら薄めというかね、で書き始めました。で大体空の色のところ、それから橋があるところ、それから池の水で手前側のちょっと石のところ、岩のところを、大体で置いて描き始めました。坂井のことをまだ知らない人は、自己紹介です。坂井は、ニューヨーク在住ミュージシャンです。でアートもやります。本業はギタリスト、それから歌を歌ったり作曲をしたり、音楽でずっと生きております、生活しております。ニューヨークは今年で6年かな5年かなになります。最近パンデミックね、そのコロナ禍ということで、コロナ禍で絵をまた描き始めることをねしました。実はずっと長い間やってませんでした。15年ぐらい本当に筆も持つことなく音楽に集中してきました。音楽活動をするために絵は、ひとまず置いて、やってきましたが、最近まあ実は子供の時から絵はねやりたかったなっていう感じで、で時間がねやっぱコロナ禍でいっぱいできたので、実はねデジタルアート、 iPad であのプロクリエイターというソフトを入れて絵を描き始めたら楽しくなっちゃって、そしたらやっぱ実際ね絵の具でやっぱ描きたくなってきちゃうので、気がついたら毎日のように絵を描いてます。
コロナの間はね、曲作曲をしたり、まあ、中心にやってきたんですけど、コロナっていうかその夏の間かな、夏で夏の途中ぐらいから秋にかけて急に絵をガーッとやり始めて、ずっと今ね外でね、これ今ニューヨークの家で絵を描いたんですけど、今これ録音はね、僕が働いてる、ウックハットというお店があります。それはクイーンズのねアストリアにあります。そこで今ちょっとねお客さんがいない間にパッと喋っておりますが、ニューヨークらしい、これ道路のねすぐ外の音とか、あのパトカーとかニューヨークの音もね入りますので、時々ね、そうそう、でね、まあどこまで話しましたか。そう、あの絵をね描き始めたんですけど、またで実はね、その音楽ウクレレ、特にウクレレ弾きとして最近はねずっと活動してるんですけど、あの去年はね日本でもね実はちょっと僕もテレビに出るのことがありまして、 NHK の BS1 っていうところでね、出ました。でウクレレのね有名なお友達というかね有名な方々と一緒に出まして、お話はあのサザンオールスターズのね関口さんからお仕事いただいて、関口さんの番組に出させていただきました。世界からね、ウクレレを弾く人たちがこうコロナの間でね、みんな悶々としてるところをウクレレを弾いてね、音で世界につながっていこうという、そういうとてもいい番組でした。何回もね再放送されたようなので、もしかするとね見ていた方もいると思います。タイマネガードランド、それから太田さんってね、もうレジェンド中のレジェンドの太田さんが出たりね、してますけど、ちょっと今絵の方はねだいぶ平筆からちょっと細いのでね、またちまちま描き始めました。そうで、まあ、そういうね音楽活動、ウクレレを弾きとして特に最近は活動してます。ニューヨークでもセサミストリートってみんなご存知だと思いますけど、エルモとかがいるとこです。実はそのね撮影場がこの僕が今喋ってるウクレレ屋さん、ウクハットのねワンブロック後ろにあるんです。大きな大きな、アメリカでね1番か2番ぐらい大きな、映画テレビの撮影場ですね。でそこのここら辺をね、アートディストリクトって言うんですけど、その、フェスティバルにね去年一昨年かね、出て演奏しました。メインのアーティストとして出ました。それはとっても光栄なことですね。まあそんな感じで、またね、僕のこのチャンネルは音楽と、またこうやって最近はこうやって絵を描いてるのを載せたりしてますので、音楽をね調べていただいたり見ていただいたり、ライブの映像、それから、最近僕がリリースしたニューアルバムもね、ニューワールドと言います、酒井のニューワールド、こちらもね、概要欄にリンク先など見てね、みんな聞いてくださったら嬉しいと思います。ニューヨークではねそうやって、まあ外出がなかなかね、まあ日本も今できないのかな、だけどニューヨークはねやっとね、レストランとかもね 75% のお客さん入れられるようになって、そろそろね、夏にはフルに入れられるんじゃないかな。それから今僕がここのライブハウスをね、ライブハウスのようにね、このウクハットのインナーステージ、なんて言ったらいいでしょうかね、日本で言うとお店の中でライブができるようになってまして、2014年から僕はそこのね、ここの音楽プロデューサーっていうか音楽ディレクターとしてそのコンサートをね企画したりして、また演奏してきましたの で、それがやっと4月の17日に
あれですね、お客さんをね、やっと呼び始められるという 33% のお客さんが入ることができる。やっぱね、エンターテインメントが一番最後になっちゃうんですよね。でもね、やっと楽しみです。皆さんね、お客さんに来てもらってね、やっぱ聞いてもらえるのと、やっぱオンラインだけでやるのでは、やっぱね、実際そのこういうところに来てみんなとお話ししたりっていうのもね、ライブの後そういうのも楽しみですね。はいって言って喋ってるうちに、橋のあっちの方に木を描いたりしてますが、皆さんあれでしょうかね、ニューヨークお越しになったことありますでしょうか。ニューヨークのね、セントラルパーク大使とも言われてる酒井前の僕のギターの生徒さん、あ、ボーカル、歌の生徒さんだったかな、先生はあのセントラルパークでよく写真撮ったりしてね、あのしてますけど、いろいろ SNS とか載せてますけど、詳しくってなんていうのかな、いつもそれを参考にして、まあ、公園を歩いたりできますとか言ってね、先生はセントラルパーク大使ではございませんかみたいなこと言われて、もしニューヨーク来ることがあったら、僕がセントラルパークをご案内いたします。ぜひぜひお尋ねください。ニューヨークはね、アートの街、そして音楽の街でございます。最近やっとあれかな、例えばニューヨークメトロポリタンとかね、それからモーマとか、あちこちね、美術館とかが、お客さんが入れるように、制限はまだされてるんですけどね、入れるようになってます。やっぱニューヨークのいいところは、それから気軽にね、街の中にいっぱいね、アート作品があります。やっぱそういうのをね、楽しめるというのは、やっぱりニューヨークにしかなかなかないかなと思いますけど、最近ではね、日本もね、だんだんどうなんでしょう、アトラクションパークというか、そういうような場所も増えてきてるだろうし、やっぱね、アートのに関するアートに対する何でしょう、感覚が皆さんね、どん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 優れてきてるので、僕が日本にいる時とはまた違うんでしょうね、良くなってると思います。まあ、ニューヨークにいると、まあ、音楽、僕の好きな音楽、それから絵を描いたりね、そういうことが両方ともね、自然に僕が生活の中でこうやってできるのがやっぱ嬉しいですね。絵をね、だん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 ね、描いて、だん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 ちま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 描いてますね。ちま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 、これ2倍速、3倍速ぐらいなのかな、これ。速ぐらいにしてます。タタタタタと書いてあります。僕は絵はね、勉強したことないんで、独学でございます。どっかの美術学校とかも行ったことないですし、ただニューヨークに来てから絵の先生というか絵の画家さんのところでよく手入りして、絵を描いて。書き始めましたね。それは当時ね、山形にいるね、ミスター、もう亡くなりましたけど、2000年かな、ニューヨークにいた、プロの画家さんの後藤勝義さんでしたっけかね、ミスター後藤と僕ら呼んでます。ミスター後藤さんのお家によく出入りしました。そこにはね、たくさんの猫アートのクゲさんとかクゼさんとか、いっぱいいましたね。何でしょう、
有名な方がね出入りしてましたね。クマさんって僕名前をねちゃんと知らないんですよね。ボクシングアートするね、牛ちゃんって言いますね。牛ちゃんさんとかみんなでニューヨークのアートレジェンドたち、なんかダダイズムとかね、ネオダダとかもいろいろあるんでしょうか、あまりよくわからないんですけど、そういう方たち、まあ、いたり、現代アート系の人かな。で、僕はその一応ニューヨークに来て初めてグループ展っていうのに2回ほど出させていただいて、それでちょっとやっぱアートに対してやっぱ意識がね高まったかなと思います。その後藤先生の企画で、1回目がね1997年かな、猫はマグロがお好きだかな、これは読売新聞かなんかに宣伝で載せてもらったと思います。で、そして次の、まあ、次の年の98年も、ヌードリズムって言ってヌードってその裸のヌードじゃなくにかけて、麺ですよね、麺、ラーメン屋さん面白かったな、ラーメン屋さんを借りて一定期間1週間ぐらい借りて、いろんなアーティストがグループでねあるので、僕はその時に2回目はオブジェ作って貼ったんですね。そういうことしましたね。まあそう、楽しかったですね。で、実はそのヌードリズムで作った作品はその時に僕が飼い始めた猫に壊されてしまう壁にかけてたらぶら下がって床に落っこって、壊れてしまいまして、丈夫に作った作品じゃないので壊れてしまいました。まあその時にはやっぱねちゃんと保存のことも考えてはいかなきゃいけないよねみたいなことも後藤先生に言われたけど、1回目の時の猫は、まあ、猫がね好きでね、晩年はその後藤先生は猫がお好きで猫の作品が多かったですね。その前はなんかちょっとエッチな作品とか多かったんですけど、確かですね、山形のね上杉鷹山美術館でしたっけ、山形にある美術館があるんですけど、そちらの方に多分ね全部ね、保管されてると思います。詳しい方はね、後藤克義さんの絵を見に行ったらどうでしょうか。また概要欄もしリンク系あったら僕貼っときますので、まあそうやってニューヨークに来ると、画家の人であったりね、俳優さんとお友達になったり、僕は音楽家ですけども、やっぱねお芝居の仕事もするようになって、お芝居の音楽のねトラックって後ろでね流す曲を作ったりすることもして、もうそうこうしてるうちにいろいろお友達がね、お芝居俳優さん女優さんの友達ができたり、まあどっちかっていうと変わった人たちがいっぱいいますね。あとかカメラマンの方とかね、友達、一時かそういえばあれだな、井原さんっていうフォトグラフのね、プロの方がいて、そちらの方のところでよくなんかねギャラリーみなん、あれなんていうんですかね、なんていうんですかねアトリエですね、アトリエみたいな、もうねニューヨークの、ね、クイーンズ当時はまだ20年ぐらい前だから、今みたいにね今すごいんですよ、すごいおしゃれになって、そういうおしゃれな感じじゃなくてもう倉庫街で、そこをね壊してね新しく作ってて、今あそこら辺もあの人買っちゃったからだいぶ生活は豊かなんでしょうとかわけわかんない、どうなんでしょう、最近会ってませんが、そうそう、あとね日本のフォークのレジェンド友部正人さんとかね、もうやっぱそういう後藤先生を通して、知り合ったりね、なかなかそういう体験はねできなかったですね。こっちにいたからこそできたのかなと思います。
ということで、だんだん英語をね、ちょっと今、てん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 といろいろ書いてます。今度、お水のとこ、水辺のとこ書いてきて、さっきよりね、だいぶいろいろ分かってきて、ディテールが分かってきたような感じがしますが、ポンポンと書いてるときには、これ、あれですね、画面が揺れるのは、揺れてますね、これはね。カメラを撮るときに、画板の上に書いてるんです、これね。で、画板で、テーブルのとこが揺れちゃってますね、これは。ずっと皆さん見てると、ちょっとプル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 しちゃいますな。そうこうしてるうちに、こうやって絵もだんだん細かいとこできていますけど、まあ、当時はね、そうやって、なんだろうな、やっぱ新鮮な気持ちでね、その、いろんな人と交流してやってたんですけど、実はね、その、2000年の時って、ほら、あれじゃないですか、セプテンバー11って言ってね、テロがあったんですよね。そのくらいから僕ね、ちょっとね、精神を壊してしまいまして、ちょっと、うつに入ってしまいましたね、1、2年。それでね、元気なくなっちゃった時に、やっぱね、なんだろうな、少しだけね、またね、筆を持ったかな、その時ね、まあ、その時筆じゃなくて、なんかね、スケッチブックを書いてね、ちまちま書いてましたね。やっぱね、音楽とかね、アートっていうのはね、そういう時にね、本当に救われますよね。で、まあ、2005年ぐらいから、こう、なんていうかな、柔らかい系なんですよね。で、音楽も、僕、ボサノバっていうのはそのぐらいから急にもう、研究し始めまして、実はね、僕のその時に肺をね、壊しちゃって、肺に穴が開いちゃって、肺が、穴が開くと痛いですよ。もうね、呼吸がもう辛くて。で、それのリハビリじゃないんですけどね。それまで僕はブルースとかでシャウトしながら歌ってたんだけど、ジャズとかもやってた自分がそこでちょっとね、ボソボソ歌ってもいいかなと思って、ボソボソでボサノバで、ボサノバをね、やるようになりまして、2000年代は、あれですね、もうボサノバ集中して僕はね、やってましたね。ね、ボサノバ堺って、まだまだね、その頃はインターネットがそんなに進んでないから、でもその中で調べてると、僕はボサノバって、ニューヨーク堺って打つとね、すぐ出たんですよ。なので、ニューヨークにわざわざ日本からね、いろんな方が僕に会いに来てくださったのを覚えています。その中には今、ウクレレのレジェンドの高橋茂人さんね、習字の先生でもありますけども、アジアとかでね、大活躍してるし、ウクレレの達人、高橋さんとかも来てくださって、僕にね、会いに来てくださったりとかね、あと当時の中日新聞の、ね、マサヤンさんっていうんですけど、実はそのマサヤンさんと、まあ、当時、SNS の一番初めの走りのね、ミクシーっていうのでね、お友達になって、会話をしてるうちに、僕の2011年にリリースしたアルバムの中に、ボサノバの風ってございますが、それの作詞をね、共作でね、二人で作ったんですよね。で、まあ、アルバム出て、まあ、後ね、松田聖子さんの、青い珊瑚礁を作った小田先生と出会うんですけども、またそこら辺の話はね、今度またしたいと思いますけれども、まあ、そうやってね、つながっていきましたね。はい、ということで、またね、こうやってちょっと、またお話から絵にちょっと戻ってみてみます。この絵はね、この橋があるんですけど、ここにはよく、この池にはね、ガチョウとかね、
なんでしょうね、あれがいっぱいいるんですよ。カモ？クワクワクワっていうのがいっぱいいますね。それから時々ね、ケインってだからなんだ、鶴科の鶴っているじゃないですか。鶴ね、白鳥じゃなくて鶴の種類で、首長の真っ白いやつがね、時々ね、年に一回ね来るんですよ。渡り鳥だから同じとこに戻るんでしょうね。これ多分中間地点だと思うんです。どこか分かんない、カナダかどこか分からないけど、上とニューヨークとまた下と季節のことに変わるんだけど、ニューヨークに冬かな、違う暖かいところに来たかな、いるんですよ。そういうのがいたりしますよ。ここにはもちろん観光の場所ですから、ここはね、人がいっぱいここに見に来ますから。この橋のね、向こう側に、今書いてる橋の向こう側にはね、実は冬にね、スケートができる場所があるんです。スケート場があるんです。でそこではね、みんなスケート、靴15ドルぐらいかな、20ドルぐらい出すと多分スケートの、靴が借りれて楽しめると思うんです。で昔はね、覚えてるかな、アメリカの選手だったから、クリスティ山口だっけかな、あ、これ今スパッタリングってやつをやってますね。これね、スパッタリングしてみました。ちょっと軽くしてみました。ちょっと面白くなりますね、ちょっとね。そこのね、スケートリンクはね、夏になるとね、遊園地になるんですよ。お子様がいっぱいいるしね。で、そのクリスティ山口をね、僕はね、生クリスティ山口をね、当時昔見ましたね。最近は、あんまり、なんだろうな、オリンピックとかわかんない、あんまりテレビをね家に持ってないんですよ。あんまりわかんないんです、最近どんな選手がいるかとかミュージシャンやなと思いますけど、テレビをね実はね、2003年、だから17年テレビ見てませんよ。すごいでしょ。でもみんなそんなもんかな、今はね、インターネットあるし、もうテレビの時代じゃなくなっちゃって、こうやって YouTube であったり Netflix であったり、なんだかんだで、そういうこっちだけで好きなものだけ見てる人が多いんでしょうかね。でやっぱ僕見て、創作活動をする人っていうか、音楽であったりこういうことしている時間の方がね、やっぱ楽しいので、まあでもね、世の中がどうなってるかちゃんとね、分かってないとねっていうところもありますよ、ありますのでね。そうそう、まあこの橋の奥にね、スケートリンクがあるんです。この絵のね、題名をね、まあ結局ではどういう題名かと言いますとね、まあ春、セントラルパークの春かな。でね、なんていう題名をつけたかな題名をつけ、あれですよ、来年もまた一緒に滑ろうねみたいな名前にしたと思います。題名はね、この橋の向こうで来年も滑ろうねっていう題名ね、セントラルパークの風景よろ、この橋の向こうで来年も滑ろうねって、そういう気持ちです。ここの場所っていうのは、僕はやっぱ思い出がね、いっぱいいろいろね、長く住んでますけどあります。季節が変われば女性も変わるで、ある女性というか、
前の女性がね、付き合ってた女性と、ここのあっち側の橋のね、向こうから側から写真を撮ってね、まあその時はね、まだねお付き合いしてなかったんですけどね、まあお付き合いというか、まあちょっと公園、この公園を散歩したんですよ。多分でも僕はその時もうこの方のこと好きだったんだろうなと思いますね。なんちゃってそういう、なんかね写真撮っちゃったりなんかするんですよ。でそういうのをね思い出しちゃったりすると、まあ、絵にもねなんかそういう思いが入ったりしますよね。写真もねそういうのが表現できるのもいいけど、やっぱ絵はねもっとなんかそこら辺のね気持ちが入りますね。まあそこら辺がいい、絵のいいところじゃないでしょうかね。そういうなんていうか、この春のね日の思い出、まあ、とその時は多分5月だったのでもっといっぱい葉っぱがついていましたけど、いろんなことが思い出してそんな題名にしましたけど、そうすると絵にもなんか一つまた魂が入るような気がします。まあ僕はあんま技術的にねどうのこうのとかよくわかりませんが、少しずつ勉強しながらね、最近はねいろいろ勉強 できますよね。で自分らしいね、表現ができていたらいいのではないかと思います。だいぶね、そろそろ作品っぽくなってきまして、細かいところも書き込んで、橋のあたりもだいぶグッとくるような感じになったのではないでしょうか。ちょっとね頭上から上の電球のあれで頭が僕がしょっちゅうこうやってね影が映ってますけど、まあ、この水彩っぽく描いてますけど、あ、ね、描き方によっては油絵みたいにねアクリルってできるからいいなと思ってアクリルやってます。でニューヨークなかなかねやっぱちゃんと綺麗に油、まあ、ニューヨークだけじゃなくてでしょうけど油絵、もう今度やってみたいなと思うんですけどね、ちゃんと扱いをきれいにしないとね。で、きれいに洗ったりね、水道管に流しちゃいけないしね、ちょっとね、時間をね、うまく長く、なんていうのかな、取ってね、作品作っていきたいなって、そういうのもあるんですので、ただ僕、性格上ね、なんか、ファーってやるのが好きなので、ファーって。ね、絵の具とかアクリルってすぐ乾くので、まあ、ある意味そこはね、油絵より多分簡単というかね、せっかちな僕みたいな人にはいいのではないかなと思います。だけどまたね、油絵は油絵をまた挑戦したいなっていう気持ちもあります。またそういうのもできるようになったら載せていきたいと思います。ということでだんだんできてきてますね。そろそろそしたらあれかな、お知らせで、音楽家の酒井のお知らせとしては、今度やっと4月の17日にウクハットのライブが入浴時間7時半、多分8時になるかな、8時8分にまた戻そうかな、にライブをやろうと思います。10人から12人、多分12人以内
になると思います。10人ということで、予約制にします。予約チケットご購入でお越しいただけたらと思います。それから細かいことはね、概要欄にね、リンクを貼ったりします。それから僕のウェブサイトに来ていただくのでも結構です。それからウクハットのまたリンク先も貼っておきます。それから4月24日、三線、沖縄三線弾きのリノ・アイセさんと、ニューヨーク・ブルックリン・ボタニカルガーデンにて、演奏します。午後3ステージやります。30分のステージを3回やります。いろんなメディアの方も来ると思いますが、またニューヨークの方、STID とかあると多分ね、美術館とかタダなんですよ、ね、入れますのでぜひ来てください。はい、そろそろ出来上がりましたねということで、後ろ外のマスキングテープを外して綺麗にしました。これで綺麗ちゃんになりましたので、はい、ということで、また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 です。坂井でした。完成。